YouTuber 互換計画イエイイエイ、はい、というわけで今回は、サトチンさんと、ゲストダンテさんに、来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。YouTube のテーマソングという曲がリリースされたのはご存知でしょうか？パン工場ですね。いやそれあなたの歌。今回ですね、サトチンさんにやっていただきたいのは替え歌です。いや、今回この曲は YouTube のテーマソングですが、別のテーマソングにしていただきたいと思います。おその替え歌をぜひ、考えて、そして最終的に歌っていただこうと。今日は一日つぶないサトチンだ。まあそんな感じですよね。きっと作ってるんです。ちなみに何のテーマソングにしますか？自分の生活。生活生活はサトチンライフ。はい、あんまり全部変えなくてもいいってわけですよね、きっと。あ、もちろんその、はい、もう完全に変えてもいいですし、はい、その部分だけ変えても大丈夫です。普段点数どんぐらいいくんですか？いや全然いかないですよ。もううまさのうの字もない。平均超えますか？平均超えないです。おー、俺と一緒だ。好きな曲はとあるアイドル。とある。あ、でもアイドル曲は歌えないですね。高いじゃないですか基本。あ、難しいですもん作詞っていうのは。 OK です。完成ということで。おー、完成です。せっかく書いていただいたので、ぜひ歌っていただきたいなというふうに思います。もう練習も一切なしですもんね。なしです。それではお願いします。サトチンさんのテーマソングです。 YouTube YouTube Broadcast yourself YouTube YouTube主役は君なのさ。今日は日曜日、外はいい天気。何をしようか、空動画見よう。24時間いつもいつものでもサトチンは暇で動画見ているのさ。そして自分も動画を始めました。今から頑張れ、夢をつかみ取ろう。ありがとうございます。気持ちで乗り切りました。あんまなんか変えてない。あ、それバレちゃいました。まあでも実際にね、サトチンさんの動画をたくさん見ていて、自分もやりたいっていうことで始めたんですもんね。うん、ダンテさんの動画もめっちゃ見てました。学生時代の動画から見てましたからね。そして一緒になれたっていうのは本当に奇跡です。何だったんですか？一緒に、まあ、映れてるじゃないですか。あ、そうですね。はい、ちょっと意味合いが変わっちゃうんでね。一緒にやれたっていう。そういうわけで今回は、サトチンさんに、YouTube のテーマソングの替え歌を披露していただきました。本日はサトチンさん、そして EDS ダンテ君、ありがとうございました。ジャンボジャンボジャンボ